に決まっちょるじゃろう。お願いですから。あ、じゃけダメだって。でも。なんだなんだ、また揉めてるのか。あ、キリュウさん、今度はどうした。世界一うまい鮭でも出たのか。いや、サメよ。サメ。ああ、ここの海で伝説になっちょる人食いザメ、ブラッディーシャークよ。ブラッディーシャーク。ほうよ、血のような赤色の目をした恐ろしい巨大なサメよ。かなり前に姿を現して以来行方をくらましていたんじゃが、最近またこの海に戻ってきたんよ。わしのこの怪我もそいつにやられたもんよ。そうだったのか。じゃがこの程度の怪我で済んだのはラッキーよ。何人もの漁師が奴の餌食になっとるんよ。そこの天野のおやっさんもそうよ。え、本当か。天野のおやっさんは立派な漁師じゃった。そしてわしの大切なダチじゃった。じゃがある日の漁で奴に出くわしての、二度と帰っては来んかった。そんなことが。だから私は戦いたいんです。父の敵を倒したいんです。お願いです、イサオさん、私を海に連れてってください。バカ言うんじゃないんよ。お前なんか勝てる相手じゃないけ。ろくすっぽ魚を取ることもできんお前が、あんな相手の前に差し出せるわけないじゃろうが。そんなことしたらお前のおやっさんに合わせる顔がないけ。でも、でもダメったらダメじゃ、諦めろ。あ、おい、ったく、ああいう意地っ張りなところ親父そっくりじゃ。そのブラッディシャークってのはそんなに危険な相手なのか。ああ、そもそもサメじゃけ、わしですら一度もあいつには勝ったことないけ。じゃがあいつを追い払わんとまた次の犠牲者が出るかもしれんけん、はあ、どうするかの。やっぱりあいつがいなくなるまでじっと待つしかないんかの。キリュウさんもさすがに危ねえからしばらく漁はやめとけの。いや、行こう。俺がそいつを追い払ってやる。はあ？追い払うって本気で言うちょるんか。ああ、そうしねえと他の漁師が犠牲になっちまうかもしれないんだろ。それは天野みたいな思いをする子供がさらに増えるかもしれねえってことだ。親父を失った子供の気持ち、俺にはわかる。そんな思いはもう誰にもさせたくねえ。キリュウさん、そりゃそいつは天野の親父の仇なんだろう。だとしたら俺が仇を取ってやる。天野は俺の大事な仲間だからな。え、あんたはいつもかっこええの。わしが女なら惚れちょるけ。わかった。じゃああんたをやつのいる場所まで連れて行くけ。じゃあやつは今までの連中とは比べ物にならんけ、戦う前にしっかり腕を磨いとけよ。ああ、もし仮に桐生さんが死んだら天野はもっと悲しむことになるけ。そんなことしたらわしが許さんけ。あんたも天野が大事なんだな。当たり前じゃろ。よし、じゃあ準備ができたら船を出すけ、声をかけてくれや。わかった。よう、桐生さん、漁に行くんね。よし、じゃあ船を出すけ。
今回も大量を狙うぜ。ほりゃ。さあ、漁を始めるか。
絶対に仕留めてやるぜ。大量だな。いや、さすがじゃの桐生さんは。あのサメを倒しちまうんじゃけん、大したもんよ。今日は祝杯と行こうや。ああ、おう天野、聞いてくれや。天野、桐生さん、親父さんの敵を取ってくれたんよ。バカ。え、おい、何言うちょんな。桐生さんはお前のために。勝手に黙って行っちゃうなんて心配したんだから。お父さんみたいに桐生さんも死んじゃうじゃないかって。私、天野。バカだな、お前は。俺は死なねえよ。前に言っただろ、いくつも修羅場はくぐり抜けてきたってな。それにお前を悲しませたらこの人に怒られちまう。キリュウさん。だからそんな悲しそうな顔をするな。お前は笑った顔の方が似合ってるぜ。はい、よっしゃ。しみったれんのはもう終わりじゃ。せっかくあのサメを倒したんじゃけん、祝杯じゃ祝杯。はよ準備じゃ、天野。はい。
いやー今日もええ酒飲めたの。最高じゃったろ桐生さん。ああ、桐生さん、今回の報酬です。いつもより多くないか。いいのか。ほうよ、それは他の漁師のみんなからよ。他の漁師？あの人食いザメを倒してくれたおかげでみんな漁ができるようになったけ、そのお礼よ。まあ命かけたお礼としては少ないかもしれんが、取っといてクリア。わかった、ありがたくいただこう。今回だけじゃないけ、キリさんのおかげでわしらみんないろいろ助けられたけん、本当にありがとうの、キリュウさん。ありがとうございました。気にするな、俺もいい経験をさせてもらって感謝してる。そのキリュウさんさえよければこれからもずっと私たちと一緒に漁をしませんか。おお、そうよ、わしの怪我は治っても一緒にやってくれや。気持ちは嬉しいが、俺もいつまでここに顔を出せるかわからない。俺には他にやることがあるからな。そうか、そうですよね。だが俺にとってここは大切な場所だ。可能な限りこれからも顔を出させてもらうぜ。構わないか？は、はい、もちろんですよ。ね、伊沢さん。聞くまでもないじゃろ。これからもよろしくの、キリュウさん。ああ。よし、じゃあ仕切り直してもう一杯行くか。さすがにもうお腹いっぱいですよ。何言うとんな、お前は。そんな弱っちい女、キリュウさんに振られちまうぞ。振られるって、何言ってるんですか、もう。